今日はですね、高校時代の試合を振り返っていきたいなと思うんですけど、僕の高校人生の中でも一番印象に残ってる試合の一つかな。今の、ね、高校ラグビー見てても、この時レベル高いなと。皆さんこんにちは、藤田義和です。今日はですね、皆さん知っている高校時代の試合を振り返っていきたいなと思うんですけど、今日の試合は結構僕の中で特別で、ワールドユースという世界大会が毎年福岡で行われるんですけど、そこで、南アフリカの強いチームとベスト4ですねをかけて戦った試合なんですけど、僕たち日本一っていうのもそうだったんですけど、世界一っていうものを目標に頑張っていて、この大会を、制覇するという目標があって、このすごい強敵と言われた南アフリカのチームとの試合、でした。ですごい僕の高校人生の中でも一番印象に残ってる試合の一つかなというところだったので、今日、振り返っていきたいなと思っています。ということで、もう早速試合に行きたいと思います。では行ってみたいと思います。どうぞ。さあ、始まります。やっぱこの大会まだ日本のチームが制覇したことがなくて、やっぱ、日本一は経験したことがあって、世界一っていうのを経験したことがなかったので、絶対経験しようということで、結構僕、バックスリーダーと副キャプテンということで喋ってるんですけど、みんな意外と表情硬いっていう、やっぱり締まった試合なので、はい、やっぱ緊張感高いなっていうのが、伝わってきますね。高博がこうなんか喋ってますけど、すごい笑ってるので、はい、こういう形で準備をしてきたって感じですね。入場、これシーンなんですけど、今の東福岡はもうないんですけど、バラバラに入っていくっていうのが僕たちのスタイルで、なんでこうバラバラに入るかっていうと、一列に入ると緊張してしまうとか、緊張せずに試合に入っていけるようにバラバラに入っていくっていう感じで、あとこのエンジンをやりたくてグリーンジャージを目指すっていうのも一つのモチベーションで、やっぱ15人しか、この試合前のエンジンができないので、はい、これは結構僕たちにとって特別なものでした。これでだいぶ気合入るんですよね。はい、はい、じゃあ試合始まります。やっぱね、体格がやっぱ南アフリカのチーム大きいんですよね、めっちゃ。だからやっぱりこのね、一人一人が強くてゲインされるのは仕方ないということで、やっぱりこの走り勝とうっていうので、頑張ってやってましたね、はい、でスクラムもやっぱこうやってプレッシャーかけられたりとか、日本のチームであんまり経験したことがなかったんで、やっぱこう世界の強さっていうのもあったんですけど、やっぱなんとかフォワードが耐えてくれてね、すごいなんていうんですかね、入りとしては良かったんじゃないかなと思います。これですね、フォワードを頑張ってくれてターンオーバーするんですよね。こっからの、アタック、東福岡のこのトランジションの強みで結構やったんですけど、ここは、いい形でボールを渡して、中野亮がね、もう本当小技こうやってキックうまいんで、いい形でね、陣地を、ゲインできたんじゃないかなと思います。はい、でこのシーンがえぐいんですけど、この平野翔平、今パナソニックなんですけど、ちょっと一回止めてもらっていいですか。この一番南アフリカの大きいやつと正面衝突をして、ちょっと意識を失うっていう感じで、こう今腕がこうやって開いてると思うんですけど、このままずっと硬直してて、東福岡の中で一番大きい翔平でも、こんななっちゃうんだみたいな、ちょっとこれは衝撃的でしたね。再生してください。でこれでもうね、すぐにドクターが来て、南アフリカの選手もやばいみたいな感じで、早くドクター来いっていうので、トレーナーとかドクターを呼んで、翔平自身は特に何もなかったんですけど、やっぱりこの南アフリカのパワーっていうものがこう身を染みて感じたところですね。はい、はい、でここからラインアウトからなんですけど、やっぱね、フォワードがめちゃくちゃ頑張ってくれてるんですよね。やっぱ体張ってるし、こうやってね、ブレイクダウンにもプレッシャーかけて、やっぱ大きい相手でも1人2人で倒してね、やってくれてて、多分ね、ここターンオーバーするんですよね。
まあ、ターンオーバーして、アタックをしてするんですけど、まあ、ちょっとここでね、あのキックがいまいち当たらなかったっていうのがあって、ね、あのアンラッキーな感じでトライを取られてしまって、先制をされました。はい、でゴールも決まって、7対0ですね。はい、ここ結構ね攻め込まれるんですけど、なんとか守って、ね、ボールターンオーバーするんですけど、やっぱりね、あの東横浜の強みとしてやっぱターンオーバーからのアタック、トランジションのところすごいあの強み持ってたんで、やっぱみんなの反応がやっぱ早いですね。こういう形でこうディフェンスしてたのを急に切り替わってアタックに行くっていうのは、やっぱ今の、ね、高校ラグビー見てても普通に、まあ、この時レベル高いなと思っちゃいますね。はい、でまあこうやってアドバンテージも取ってアタックしていきますね。どんどん前に出るっていう意識はすごいですね。でこのペナルティどうするんやろうな。これ多分ね行くと思うんですよ、あのクイックで。あ、やっぱね、あのやっぱりこう大きい相手にあのね、セットプレーでやられてしまうからっていうことで、僕たちの作戦はもうどんどんクイックで走り勝とうっていうのでやってたんで、まあ、こういう形で、最初はチャレンジして、まあ、こうやって徐々にね3点を積み上げていくっていう感じで、やっぱこの日はね結構キック当たってて、これも44メーターぐらいのキックを決めて、はい、あのすごい、キックの調子良かったですね。この僕が蹴ってるんですけど、はい、今7対3で、パールボーイズが、ペナルティのチャンスで蹴ってくるって感じですね。これで入って、10対3ですかね。はい、この時に結構そのパールボーイズはその前の、試合とかではそのペナルティもらっても結構タッチを蹴って自分たちのモールとか強みであのトライを取って得点してきてたんですけど、やっぱ僕たちがなかなか攻められないっていうことで、あのペナルティーキックを、蹴ってきて、まあ、ちょっとその僕たちのディフェンスが嫌がってるんじゃないかなっていうのはこの時ちょっと少し感じました。このシーンですね、結構高校生では考えられないキック飛ぶんですけど、これ大場慎也っていう、選手なんですけど、普通にめちゃ飛んでますよね。インゴールから22まで返すっていう。でこっからまたレベルが高いのが、この南アフリカの選手が22の中からまた22の中まで戻されるという、結構レベルの高い攻防してるなっていう感じで、これね得点取られるんですよね。こっからエイタンから、抜けられてウイングでトライっていう形でね、まあ僕たちまだトライ取れてないんですけど、これでちょっと離されたかなっていう。これはゴールも入るんですよね。でまたここからね、あの追撃していかないといけないなっていう感じでしたね。これですね、あの、まあ、僕たちの作戦クイックタップが結構ハマったところなんですけど、相手がゆっくりしてる時に隙をついて、トライって言いたいところなんですけど、これなんかね幻のトライになっちゃって、会場もめっちゃ盛り上がったんですけど、幻のトライとなってしまいました。でも、ペナルティーをもらって、多分ねこれそうなんですよ、ペナルティーもらってこっから3点を決めて、17対6になるんですかね、これで。はい、まあなんか幻のトライ、あの僕たちが、自分たちで作った作戦がハマったと思った瞬間だったんですけど、あの幻のトライに終わってしまいました。はい、はい、このシーンはもう前半ラストの、シーンなんですけど、ここもターンオーバーから、一気に攻めます。でこれね、結構自分でもいいプレーだなと思うんですけど、このボールもらう直前に、こうちょっとコースを変えて、相手とのミスマッチをついていくんですけど、でここから、深夜もめちゃくちゃ速いスピードでトライという感じで、前半あの最後のプレーで一番いい形で前半を締めくくれたなっていう。
でこれが、3回目のキックなんですけど、端から結構難しいんですけど完璧にね捉えて入りました。これで17対13ということで、4点差ですね。で、前半を折り返しました。はい。でまあこれね、東結構独特なんですけど、あの東福岡あのハーフタイムの時ちょっとあのリラックスしてあの後半に臨もうということでこう座ってみんなで話し合ってって感じで、ちょっと独特な高校ですね。でもこれがなんか僕たちはあの一番結果を出すには必要だったことでしたね。はい。さあ、後半です。後半のキックオフです。ね、4点差で折り返したのはすごいでかかったですし、まあ、僕たちは30これ30分ハーフなんですけど、30分でもうこのままやっぱりあの継続してやっぱりこう速いスタイルを貫こうということで、やりました。いや、 やっぱアタックすると速いですよね。このやっぱね、あとね、この深夜が14番の、ね、深夜がやっぱ切れてるんですよね。はい。これね、東福岡結構アタックがまあ特徴的って見られがちなんですけど、やっぱ東福岡の特徴はやっぱディフェンスでこの強い接点っていうところで、このやっぱ前に出るタックルですね。こうどん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 前に出て、この、ね、相手もたまらず蹴ってしまうというところで、まあ僕これ落としちゃうんですけど、やっぱ東のこの強みは、あのこうやってブレイクダウンで前に出れるっていうことがあの強みで、やっぱこれができるからあのバックスも、自由に走れるっていう場面がどんどん出てくるって感じですね。はい。ここで今僕3本蹴って3本とも入って、すごいこの日調子よくて、これが、決まったら1点差になるのかな、17対16になるのかな。こうやってコツコツペナルティーゴールで重ねていくっていうのは実際ありですね。これはこれもゴール決まるんですよね。であのすごい調子いい感じなんですけど、このキックあたりから僕の感覚の中でちょっとその当たってないなっていう感覚が自分の中であって、でも入ってるみたいな、なんかちょっと嫌な感じでした、正直なところ。はい。そういうちょっと思い出があります。1点差でね、あの、まあ、試合が進んでたんですけど、あのここでねちょっとディフェンスの試みというか、いいオフロードがつながれて、僕もディフェンスが良くなくて、トライされるんですけど、この時ね、もう南アフリカの選手にめちゃくちゃなんか、うわーって叫ばれたんですよね、なんか英語で。全然わからない、覚えてないんですけど、やってやるぞみたいな、なんか向こうもすごい気持ち入って、やってきてるんだなっていうのはすごい感じましたし。やっぱりこの、ね、世界大会、国同士の戦いって高校生でもこうなんだなっていうのを感じたし、まあ、すごくまあ高校でこういう大会があるっていうのが、まあ、素晴らしいことだなと僕の中では思いました。はい。これね、大場慎也くんめちゃくちゃいいステップ切りますね。5メートルで2人抜いていいゲインですね。はい。なかなかね5メートルで人抜くって難しいんですけど、はい。でここからもいいアタックするのかな、アドバンテージもらってますね。これでアドバンテージもらって、これどうするんやろうな。8点差狙いますね。これで、でもさっきのペナルティでこれちょっと当たってなくて不安で蹴ったんですけど、これ入ったのかな。やっぱこれね、右にそれてるんですよね。だからやっぱりちょっとさっきの僕のキックの感覚がちょっと合ってて、やっぱり外れちゃったっていう場面ですね。このシーンも、まだ8点差で、ショットの機会をペナルティーもらってショットです。これはしっかりと修正して入りました。でこれで5点差ですね。でここからまたゲームが、再開されるわけですけど、ここからがねかなり、熱くなってくるので、はい、5点差であと何分ぐらいだろうな、あと多分ね5分ぐらいですかね。ここで、でここでね僕ねゲインするんですよ、ここから。でここね結構会場沸いたのも自分でも結構ね歓声って聞こえるもんで、
意外とあのあこの時湧いたなとかちょっと覚えてますね。はい、これねラストワンプレーでラインアウトを、ゴール前でもらって、モール作ったんですけど崩れて、ここからサイドアタックの攻撃です、ね、フォワードが60分間ずっと走り続けて、やっぱ最後こうやって、頑張ってるっていうのは本当すごいなと思いますし、やっぱこれが東福岡の強さじゃないかなと本当思いますね。最後の最後までもう会場もね盛り上がってましたし、あのこれを取ったら、同点でキックが入ったら逆転っていうシーンで、こう徐々にね内側に行ってこうゴールに近づけて、フォワードもくれながら勝利を目指してます。同点の場合ってトライ数で上回った方が勝ちになるんですね。でこの状態だと僕たちの負けなんですよ、トライ数で僕たちが負けてるから。でこれでトライですね、これで同点。そうなんですよね、これで同点でもうめちゃくちゃ盛り上がって、でこの時なんかみんな最高潮の時に僕なんかキックがあるっていうので冷静にいないといけないと思って、すごいこの時冷静だったんですよ。で気持ちが高ぶったとかは本当になかったんですけど、なんか今までにないぐらい冷静な感じでキックを狙いました。ということでこの2点が入ったら勝ちっていう、大事なキックです。じゃあどうぞ、いつものルーティーンから蹴るんですけど、これね右側に外れるんですよね。でこれでもう本当にね同点なんですけど、トライ数で負けて悔しくて大泣きしちゃうんですけど、今でも覚えてるんですけど、なんかお前がいたからここまでできたとかすごい励ましてくれて、あのやっぱ世界一狙った僕たちからするとやっぱここで負けたくなかったし、あの悔しかったんですけど、やっぱり僕ねラグビー人生でもう一回どのシーンに戻りたいかって言われたら、もう一回このシーンに戻ってこのキックにもう一回チャレンジしたいなって思うぐらい、あのこれはすごい悔しくて、仲間にも申し訳なかったなっていう感じはありました。でもやっぱりこういう最高の仲間を僕持ったので、なんかまあ全然責められることなく、まあ、みんなにあの支えられてここを乗り越えて、まあ、全国大会であのまあ、優勝できたという感じでした。でも、まあ、負けましたけど、あのこうやって世界の選手たちと試合ができたっていうのはすごい僕の中では大きな経験でしたし、まあ、価値のある試合だったんじゃないかなと僕の中では思います。まあ、本当にこうね、これからラグビーをどんどんしていく子どもたちであったりとか、まあ、高校生大学生もそうですけど、やっぱいろんなことがあるので、やっぱりそこで心折れずにあの前向いてポジティブに頑張ってもらいたいなと思います。あとね、こうやってワールドユースのいいところはですね、世界との交流もできるし、こうやって試合終わった後にこういう感じでノーサイドって言って、あのやっぱこうお互いのチームを認め合うというか、こう花道を作ったりだったりとか、やっぱこういうことをやっぱりするっていうのはすごいラグビーのいいところだなと思いますし、今まで敵として戦ってた人たちがこういう形でお互いの力を認め合って、これからは仲間ですよっていう証なんですよね、これはノーサイドっていうのは。でこういうことが、普通にできるっていうのが、まあ、ラグビーのいいとこですし、まあ、こうやって世界中の人たちと交流できるっていうのも、まあ、ラグビーの素晴らしいところなんじゃないかなと思ってます。はい、まあすごいいい試合でしたね。もう僕はボロ泣きでしたね、この時は。人生でね5本の指に入るぐらい悔しい試合ですね。はい、動画見ていただきましたありがとうございます。まあ、少し、自分自身熱くなってしまったなっていう部分もありましたし、でもこうやって熱くなれるっていうのはあの素晴らしい、高校生活を送れた、まあ、東福岡で最高の仲間に出会えたっていうことが、まあ、こうやって振り返ってもね熱くなれる要因なんじゃないかなと思います。いまだに、ワールドユースは続いていて、素晴らしい大会だと思いますし、あのまだね日本のチームが、ワールドユースで優勝っていう形がないんですよね。最高順位が準優勝、日本のチームが、っていうところなんですけど、まあ、優勝するチームが今後出てきてほしいなと思いますし、やっぱここで世界と
渡り合ったからこそ今こうセブンズであったりとか日本代表で世界と戦っても物怖じせずプレーできるのではないかなと思っているので、そういうこうワールドユースを支えてくださっている関係者の方々には本当にお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。ということで、この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではさよなら。